こんにちは、セイラです。皆さんは刀や剣といえばどのようなものをイメージするでしょうか。刀は日本刀、剣は諸外国などで使われる西洋刀剣を思い浮かべる方が多いと思います。よく刀剣と表現されることがありますが、刀と剣は違うもので、刀は刀身の片側に刃があり、切ることに特化した武器です。剣は刀身の両側に刃があり、切ることはもちろん嘆きや突きなどに使用することができる武器なのです。国の情勢や戦闘スタイルなどによって様々な形に進化していった刀剣ですが、西洋刀剣の歴史は青銅器時代まで遡ります。当時は銅剣が主流でしたが、製鉄技術の発展により鉄製刀剣が一般化し広く普及しました。ローマ時代にはモロ刃の剣であるグラディウスが用いられ、戦法によって短いものや長いものが使用されていましたが、あくまで槍の予備としての位置は変わりませんでした。当時の刀の製法は大まかに2通りあり、一つはこねた鉄塊を刀剣の形に叩き伸ばす方法と、数本の硬さの違う鉄をねじり合わせて刀剣の形にする工法がありました。後者の工法は模様鍛節と言われ、高級な刀剣の工法とされています。中世時代には十字架の形に似た直刀で諸刃の刀剣が登場しましたが、冶金技術が未熟で強度を上げるために幅の広い剣が一般的でした。そのため打撃武器としての側面もあったのです。近世になると冶金技術が発達し、刀剣が細長くなったことによって斬撃だけではなく突きも剣術に取り入れられるようになりました。また片手での使用や両手での使用に特化した様々な刀剣も生まれ、多くのバリエーションが存在したのです。その後銃器が発明され、武器のメインは銃器へと変わっていきますが、現在でも西洋刀剣はゲームに登場したり愛好家も存在します。日本で刀といえば日本刀ですが、こちらも歴史が古く、日本独自の進化をしているのはご存知ですか？今回は意外と知らない日本刀について解説します。日本刀の歴史。日本刀の元となる刀剣は古墳時代に使用されており、当時の刀剣は反りがなくまっすぐな直刀で、斬撃ではなく突くことに重点を置いたものでした。この形状の刀剣は奈良時代まで使われ、国内のものよりも海外から輸入された刀剣が重宝されていました。しかし平安時代になると刀剣の需要が高まり、輸入品だけでは間に合わなくなり、国内で刀を生産する刀匠が生まれ、刀匠により刀は改良され、後に日本刀の特徴である反りが付けられた腕刀が一般化していきます。騎馬戦では馬に乗って刀を使って戦うため、腕刀は長く反りの大きい太刀へと進化をしました。鎌倉時代には各地の刀匠により短刀や薙刀、槍など新たな刀剣が生まれたのです。室町時代に入ると小反りや脇差しなどの短い刀や室内での戦闘を想定した武器が生まれ、日本刺しスタイルが普及していきます。海外では美術品として扱われるようになり、戦国時代には戦の戦利品や褒美として権力の象徴という側面も持っていきます。その後鉄砲の登場により刀も進化し、刀は厚くなり、重さや長さが調整された内刀が誕生し、これが現在まで続く主流となったのです。つまり私たちがイメージする日本刀の歴史は意外に短いとも言えます。江戸時代には身分によって刀の所持が規制されましたが、町人も短い脇差しであれば帯刀を許可されていたといいます。この時代では武器としての日本刀の需要は減少していきますが、幕末期には再び需要が高まりましたが、1876年の廃刀令により武器としての日本刀の役割は終わります。現在では美術刀剣として扱われ、多くの人を魅了しているのです。製造方法。日本刀を製造するためにはまず鋼作りから始まります。この鋼は和鋼や玉鋼とも呼ばれ、
砂鉄が原料となっており、日本伝統の技術によって不純物が少ない高純度の鋼が生み出しています。玉鋼を加熱、鍛打し、6ミリから10ミリの厚さにして小割りにし、その中から刀身の外側に適したものを選別し、下着体の工程を行います。下着体とは1300度まで加熱し、鍛打することで不純物を取り除き、縦や横に折り目を入れ、鍛錬を繰り返す工程です。このように下着体を済ませた芯金と革金を組み合わせて加熱し、上着体と鍛接を行います。日本刀は粘りのある芯金によって衝撃を抑え、周りの硬い革金によって折れにくい、曲がりにくいを両立しています。その後棒状に伸ばし、土で刀の形に成形し焼き入れしますが、この焼き入れの工程では刀身を均一な温度で加熱後、水中で急冷することで日本刀の特徴である反りを作ります。最後に手作業で反りなどを調整し、日本刀の刀身が完成します。玉鋼とは、日本刀の材料として使われる玉鋼は、多くの砂鉄から少量しか生成することができないとても貴重な鋼です。玉鋼の特徴としては、鋼の純度が高い上に硬く材質が均一のため、鍛えることによって鋼として使用できる優れた鋼として重宝されていました。玉鋼の原料はマサゴ砂鉄で、製鉄時に木炭を燃料とします。玉鋼を作るには、大別すると2つの製鉄方法があります。1つはケラ押し法では、玉鋼以外に鋼も生成され、量は少ないですが、炭素量が少ない鋼は加工や鍛えることができ、焼きを入れることによって硬くすることも可能なため、刀剣以外には刃物類や工具などの素材にも使用されてきました。そしてもう一つがズク押し法です。これは主にズク鉄を生成するための製鉄方法で、ズク押し法でできるズク鉄は炭素が多く含まれ、溶けやすいのが特徴です。そのため主に鋳物の材料としての原料といえます。ちなみにケラ押しが直接製鋼法と呼ばれるのに対し、ズク押しは間接製鉄法と呼ばれています。ここでの直接、間接とは、砂鉄が原料で生成される金属の塊から直接的に鋼を取り出すことが可能なのかという意味です。またケラ押し法では三昼夜かけて生成しますが、良質な玉鋼約 0.9 トンを作るためには、砂鉄や木炭を約10トン以上使用する必要があります。それだけ玉鋼はとても貴重な素材なのです。次世代材料の開発に役立つ。日本刀は刀鍛冶によって、一本の刀身にしなやかさと強さを両立させている究極の構造材料といえます。日本刀の製造方法でも解説しましたが、刀身に柔らかい芯金や硬い革金など、硬さが違う鋼を使い分けることによって、これらを実現しています。材料の粘り強さである韧性と強度の両立は、構造材料の研究者にとっても興味深く、日本刀から新たな技術が開発される可能性があるのです。物質材料研究機構構造材料研究拠点の永井寿アドバイザーらは、最新の科学で材料と製造技術の観点から日本刀を研究しています。過去にも日本刀の研究はされてきましたが、成分分析や金属組織の観察が中心でした。現在は分析技術が進化し、放射光施設での結晶構造解析やスーパーコンピューターでのシミュレーションなどができるようになったとのことです。また日本刀は材質だけではなく、次世代材料を開発する上でも非常に興味深いものでもあります。一般的に構造材料は内部の品質が均質な金属として流通しますが、例えば材料における金属組織の向きなどの違いがあると、構造体として同じ性能を発揮できず、製品の信頼性保証が難しくなります。仏材機構の井上忠信組成加工プロセスグループ長は、
鉄に竹のような繊維状組織を取り入れた鋼材を開発し、この鋼材は繊維の引っ張り方向に破断しにくく、超高強度の締結ボルトとして応用が期待されています。日本刀は形がシンプルなので、構造や性能を研究するテーマとしてはぴったりで、金属組織の最適配置やその破壊機構を解明すれば、今後多くの構造材料に応用できると考えられます。また単刀状での加工装置はシンプルであり、各工程における温度などの数値をセンサーによって簡単にデータ化することも可能です。永井アドバイザーは、単刀状をスマートに標準化し、基礎データを集めれば金属加工プロセスに活かせると説明しています。まとめ。独自の進化を遂げた日本刀ですが、性能はもちろん芸術的価値も高いものでもあります。使われている技術も高く、今後は日本刀の技術を使った新素材の開発からも目が離せませんね。最後に皆さんに質問です。今後日本刀の技術は素材以外の開発にも利用されると思いますか？皆さんのお考えをコメント欄でお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。